アメリカ・アフリカ軍は、アメリカ軍における統合軍の一つ。アフリカ軍の管轄範囲に2007年2月6日に設立がアナウンスされ、2008年9月30日より実動。アメリカ欧州軍とアメリカ中央軍及びアメリカ太平洋軍の分担範囲を調節し、エジプトを除くアフリカ全土を担当範囲とする。司令部所在地は欧州軍と同じドイツシュトゥットガルト。アフリカ地域ではジブチに唯一の恒久的な基地を置き、他の国々にも駐留している。現在のアフリカ軍司令官は、スティーブン・J・タウンゼント陸軍大将である。アフリカ軍の設立により、紛争多発地域であるアフリカの各地域と、スーダン、ケニアは中央軍を離れ、アフリカ軍の管轄下に入ることとなる。ワード将軍は、アフラコム司令官退任と同時に退役する予定であったが、退任に際して国防総省監察総監室から職権乱用の疑いで監査を受け、不適切な経費使用が明らかになっていた。この監査の間ワード将軍は退役を保留され、少将へ2階級降格の上、陸軍副参謀総長補佐職を務めていた。その後監査結果を受け、2012年11月にレオン・パネッタ国防長官より不適切に利用したと認められた経費の一部返還や退役軍人年金の減額などと合わせて中将で退役させる旨の処分が下された。このため退役時の階級は中将となっている。ありがとうございます。